ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。パッションよパッション。まったく霊夢は暑苦しいんだぜ。私情熱的に生きることに決めたのよ。今日はパッションフルーツを食べるのよ、パッション。そんなことか霊夢、実はパッションフルーツのパッションは情熱という意味じゃないんだぜ。え、パッションって言ったら情熱でしょ。まあまあ、今日はパッションフルーツの栄養について解説するぜ。今年は情熱的で熱々な愛を求めるわよ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はパッションフルーツの栄養についてゆっくり解説するぜ。パッションよパッション。パッションフルーツとは時計草科の果物で、熱帯アメリカに自生しているんだ。パッションフルーツは和名で果物時計草とも呼ばれ、花が時計のように見えるんだ。そうね、針が多い時計みたいだわ。この花がパッションフルーツと呼ばれている理由なんだ。16世紀に南米に布教しにやってきた宣教師がこの花を見たとき、キリストの受難を表していると感じたんだ。花の脂肪柱は十字架に、三つに分裂しためしべが釘に、副冠は茨の冠に、五枚の花びらと額は合わせて十人の人に、巻きひげは鞭に、歯は槍に見え。そうして受難という意味のパッションが付けられ、花をパッションフラワー、その実をパッションフルーツと呼ばれるようになったんだ。あ、辞書で調べたらパッションは情熱の他に受難っていう意味があるのね。パッションフルーツは種類によって表面が小豆色や黄色であるものがあり、多くは小豆色のものなんだ。中を開けるとゼリー状の部分と種があり、生のままスプーンですくって食べることができるんだ。味は酸味と甘みがあり、ゼリー状の食感が好きな人にはおすすめだな。種は硬く、そのまま噛まずに飲むのもいいし、噛んでもいいが酸味や苦味が出てくるんだ。そのままごくごく飲みたいわ。他の食べ方には裏ごしをしながら種を取り除き、ゼリー、シャーベット、ジュース、カクテルにすることもできるんだ。カクテルでパッションよパッション。もう霊夢にとっては情熱っていう意味でいいんだぜ。そしてパッションフルーツの殻を容器にすれば、おしゃれになるぜ霊夢。おしゃれに情熱的に、ほうおう。霊夢、腰を振るだなんて品がないんだぜ。日本でのパッションフルーツの生産量が多い県は、鹿児島と沖縄であり、ブラジルの暑い地域原産であるため、暖かいところで多く生産されているんだ。国内のパッションフルーツの旬は6月から9月の間であり、海外産はアメリカとニュージーランドから輸入されているんだ。ニュージーランドは季節が逆だから、日本が冬でもパッションできるのね。パッションフルーツが世界へ広まったのは17世紀以降であり、日本には安土桃山時代に持ち込まれた、1720年に初めて入ってきたとされているんだ。意外に早く日本に入ってきたのね、パッションパッション。次はパッションフルーツの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。パッションフルーツ1個 122g、加食部 37g あたりのカロリーは 24kcal で、タンパク質は 0.3g、脂質は 0.1g、炭水化物は 5.99g なんだ。100g だと 64kcal になるんだぜ。果物だからカロリーが高くはないわね。パッションフルーツに多いビタミンには、ベータカロテン、ナイアシン、ビタミン B6、葉酸、C があるんだぜ。ベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、免疫力を高めたり、皮膚や粘膜の健康を保ってくれるんだ。じゃあお肌の健康のためにもビタミン A を摂取して若々しいお肌に。でも紫外線を受けると壊れてしまうので、意識して摂取しないと肌で十分な効果を発揮できないんだ。え、紫外線で壊れちゃうの？いやあ。でも考え方を変えると、肌の代わりに紫外線のダメージを受けてくれるので、紫外線から肌を守ってくれると考えることができるんだ。じゃあビタミン A は体の内側から肌を守る日焼け止めなのね。体の内側を塗り塗り。そしてビタミン C が紫外線を受けて発生するシミやそばかすを生まれないようにしてくれたり、体内でコラーゲンを作り肌を新しくしてくれるので、この両方が多く含まれたパッションフルーツはおすすめだな。パッションフルーツで情熱的な若々しいお姉さんになるわ、パッション。霊夢は若々しいどころか、お子ちゃまなんだぜ。またパッションフルーツの酸っぱい成分はクエン酸であり、クエン酸には疲労回復効果があるんだ。クエン酸にはブドウ糖の貯蔵庫であるグリコーゲンが分解され、エネルギー源が減るのを防いでくれるんだ。そんなわけでエネルギー切れによる疲労を防いでくれるんだ。私もいっぱい食べてエネルギー切れを防ぐわよ。ほっぺのお肉が溜まっていくんだぜ。さらにクエン酸は体をアルカリ性に傾かせ、
ブドウ糖からエネルギーを作り出す酵素の働きを正常に保ってくれるんだ。じゃあエネルギーを作るのも助けてくれるのね、パッション。そういったわけで、夏バテ予防にパッションフルーツを食べるのもいいな。今年は食べてみるわよ、パッション。そしてパッションフルーツの種には体にいい成分が含まれているんだ。それはキセアタンノールだぜ。キセアタンノールはポリフェノールの一種で、強力な抗酸化作用があるんだ。抗酸化作用でキチキチよ。キセアタンノールには抗酸化作用以外に、コラーゲンの生成促進、メラニンの生成抑制、血流の改善、エストロゲンの活性化があるんだ。コラーゲンの生成促進でお肌の新陳代謝が良くなって、メラニンの生成抑制でシミやそばかす予防になるわ。血流の改善でお肌に栄養が行き渡って、女性ホルモンのエストロゲンの活性化で女性らしい体に、うふうふ。こういった効果があるから、女性には嬉しい成分だな。パッションフルーツで美しくなってイケメンと熱い夏の思い出を。やっぱりパッションフルーツのパッションは情熱って意味じゃない。栄養的には情熱という意味で間違いないかもしれないな。そして種はよく噛まないとこの成分を吸収できないので、種も噛んでほしいんだぜ。でも酸味と苦味があるのよね。ようやくは口に逃がしよ。綺麗になるには受難を受ける必要があるわ。やっぱりパッションは受難って意味よマリサ。もうどっちでもいいんだぜ霊夢。次はパッションフルーツの選び方、保存方法を解説するぜ。まず傷がついているパッションフルーツを選ぶといいんだ。え、傷がついているもの、私は傷物じゃないわ。霊夢のことじゃないんだぜ。パッションフルーツはマンゴーと同じく完熟すると落下するんだ。落下した時に傷がつくので、傷がついたものは完熟している証拠なんだぜ。でも傷がつかないように栽培している場合もあるから、傷があるのは一つの目安として見てほしいんだぜ。でも大きな傷は控えた方がいいな。大きな傷から傷んでしまいやすくなるからな。傷以外の目安には、全体的に色づいている、ツヤがあるのを見るといいぜ。そして重みがある、パッションフルーツ特有の酸味のある香りがすることも、新鮮なパッションフルーツを選ぶ目安になるぜ。じゃあ買ったものをすぐにもぐもぐ。キャー、酸っぱーい。やっぱり霊夢は、お子ちゃまなんだぜ。パッションフルーツは十分追熟していないものは酸っぱく、追熟させると酸味が和らぐんだ。追熟させるときはポリ袋に入れて常温で風のないところに置くとよく、3日から7日で追熟するんだ。シワが出ると食べ頃で、追熟したら冷蔵庫の野菜室に入れるといいぜ。酸っぱいのが好きな人は追熟前、そうでない人は追熟するといいわね。マリサ、パッションフルーツを食べたらなんだか元気になってきたわ。疲労回復効果で元気が出てきたのかもしれないな。パッションパッションはははぁ。まったく霊夢はうるさいんだぜ。パッション。あ、霊夢が外に出て行ったんだぜ。変なことする前に捕まえないと。はは、やっと脱獄したぞ。今度はどんな悪いことしようか。チャンネル主が寝たきれってうるさいから初登場なのだ。君かわいいねえ、どこ住み、会える、何歳、今暇、会わない、ってから犬やってる。うわ、なんだこの人、変質者なのだ。変質者じゃないよ、変なおじさんだよ。さあおじさんとパッションパッション、誰か助けてほしいのだ。パッションパッション。うわ、また出会ってしまった赤まんじゅうめ。そこのおまんじゅうのお姉さん、僕を助けてほしいのだ。私の情熱的なパッションをお見舞いするんだから。そう、こうなったらクレジット同期で攻撃だ。僕のクレジットを雑に扱ってひどいのだ。パッションパッション。クレジット攻撃を避けるだなんて。パッション。うわー、十字架に貼り付けにされたぞ。なんだなんだ騒がしいぞ。おまわりさん助けてくれ。ついさっき脱獄した強盗じゃないか。おまわりさん、僕が捕まえておまんじゅうのお嬢さんを助けたのだ。そうなのか、ずんだもんくん偉いね。何言ってんのよ、私が捕まえたのよ。それに誰がお嬢さんよ。私はセクシーな大人のお姉さんなんだから。霊夢、やっぱり騒ぎを起こしているんだぜ。どこからどう見てもお姉さんに見えないのだ。いつも食べてばかりの育ち盛りなお子ちゃま、まんじゅうなのだ。私のどこがお子ちゃまなのよ。はい霊夢、完熟パッションフルーツなんだぜ。甘くておいしいわ、おいしいわ、おいしい。やっぱりお子ちゃまじゃないか。